ゆきほ、金太郎、あつし、あきらの自然時間。ゆきほ、金太郎、あきら、あつし、はい、こんにちは、自然時間です。よろしくお願いいたします。はい、ありのまま、そのままに、はい、全てを受け入れて、そして豊かな時間、豊かな生活っていうことが自然時間の大事目標でございます。はい、今週も始まりました。はい、私たちの番組が始まる前に、まずはあっちゃん、あっちゃんこっちか、あっちゃんご説明。この番組、この対策については、文章のような実行しております。噛んでます、噛んでます、噛んでます。はい、すいません、ご出発から噛んでますけどね、すいませんね。はい、次は、はい、あきらさんじゃないの、2枚目。はい、はい、コロナ対策、あの、しっかりしてますのでご安心くださいっていうか、ね、はい、ここ見えない壁がダーッとあります、ダーッとあります。見えない壁、見えない壁。はい、そして我らズーリの方で、ツイッターの方も募集しておりますので、皆さんこの番組中にぜひぜひ何かゆきほに聞きたいよ、ケンタロウに聞きたいよ、アキラに聞きたいよ、アツシに聞きたいよ、いろんなことありましたらぜひご遠慮なくツイッターください。どんどん、ここに、QR あるので、こう見ながらピシッピシッとかってやっていただいても全然いいかなと思って、今日初のインスタライブもやっております。もしお時間があって、わー聞きたいっていう方はぜひぜひ、昨日ゆきほ、サボったわけじゃないですよ、インスタの方の投稿一日お休みさせていただいたんで、その代わりに今日はどうだい、好きなだけ見てくれっていう感じになっておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではでは、私たちこうやってね、シニア、4人でこう自然時間っていうのを毎月ね、毎月2回第1第3でやらせていただいてるけど、じゃあお前らさんたちどっから来たんだいって話になるじゃないですか。私たち芸事を通した4人なんですけども、芸事やってるの私たちすごくないですか。で、その4人なんですけど、じゃあ普段何やってるんですかっていうことで、まず私ですけれども、はい、愛知県小牧市の方で花屋を営んでおります。そろそろ、あの、花屋さんの植物の絵が出てくるかなと思うんですけども、通常の花屋と若干違いまして、私花風水とか、あと、仏教とか、そういうのがすごい大好きでして、でこれなんかね、ワイプごめんなさい、なんか曲がってますね。こうやって見てもらってね。はい、ありがとうございます。で、その方に合わせて、例えば、何かの効果が欲しいとか、例えばほら、人間関係うまくしたいよ、このね、暗い世の中ですから、まあ、人間関係ね、ちょっとね、整えて楽しくしたいよとか、もしくはなんか最近家の中邪気っぽいんだとかいう感じだったら、そしたら邪気を払うもんだとか、なんかあるでしょう。なんか、あの、仏教でね、樽を知るって言葉があって、ありますね、あるでしょ。本当は目の前にあって、こうやって生きてることあることだけで全部ハッピーなのに、人はないところにフォーカスするのね。で、それってダメよっていうことで、でそれを植物は結構教えてくれるんですよ。例えばさ、隣にさ植物いて、あんた最近輝いてる気嫌いだわ、ちょっとやめてとか言ってさ、批判とかしないじゃんね、植物。ね、でしょでしょ。なんかあんたさ、最近ちょっとなんか新しいこと始めたんだって、気に入らんわこの植物とかってないよね。ないよね。もう植物って生きてるだけ、光がもらえるだけ、水があるだけで最高幸せ。人間もやっぱそうやって生きていかなきゃいけない。仏教で本当に樽は知る、そこにあることが全て、あることを楽しんでやっていこうぜっていうのが大事。それを自然の中の植物と教えてくれる。で、楽しい、楽しい、暗い世界っていうかね、3年間ぐらいすごい暗い時代を過ごしてるので、明るいものに通して、なんとなく攻撃したいような気持ちにもなるんだけど、実はそこを目指すことの方が幸せになる早道だから、それの、補足というか足してくれるのが植物だよっていうことで、いろんなことをご案内しておりますので、ぜひお越しください。小牧山の麓にございます。お待ちしてます。ね、これ、こうです。ここです。ここです。はい。よろしくお願いします。じゃあ次、静岡から来てんの、このおじさん。おじさん。はい、金太郎です。静岡からはるばる終わりまで。え、2時間で。1時間半から2時間ですね。来ました。ああ、出ました。まあ、常にはまあ仕事をやってるんですけども、空いた時間には、逆ですよ、皆さん。キャンプが好きで、まあ、最低でも月に一度は行きたいなと。ちょっとこれは、まあ、有名な某ふもとっぱら某ふもとっぱらで、これ皆さん思わないですか、自然写真家の写真の撮り方ですよ、ね、うん、金太郎っていう人ですね、ですね。で真ん中のダルマストーブ欲しい。
だるまストーブレインボー、あれは違うんですね。そうですか。そう、まあストーブなんですけどね。あの真正面見えるのが富士山。またちょっと雪がないんで、これ11月の下旬かな。そうかそうか、写真撮ったのが。今日はね、ちょっと違うところで雪見れるしね。はい、あ、でもすごい綺麗。ね、すごいね。さすがだね。アングルもいいですね。ね、なんかすごい上手っぽい。ぽいって何かぽいって上手、はい。まあ、これはソロキャンプなんで、はい、ソロキャンプしたり、あのうちの可愛いワンコとファミリーキミちゃんと、はい、奥さん連れてファミリーキャンプしたり仲良しなんですよここ、はいはい、はい、次に、はい、じゃあ、今日アキラ、はい、お面かぶってますけどね、女子ですよ。これお面パッと取ってください。めちゃくちゃ美人ですよ。そんなことだから、そうやってさ、その横見れて根拠のないハードルを上げるのやめて。はい、自然豊かな、自然豊かいいね、はい、田舎から出てまいりました。長野ですよ皆さん。雪ないねこれね。そう、今年ないの。雪ね、ちょっと降ったんだけど、うん、溶けた、うん、日差しが強いせいかすぐ溶けるんだよね。長野ってこう横広だからだよね、きっとね。うん、横広縦広なんて言うんだろう。え、なんて言うの。え、北の方だとすごい雪はあるんだよね、うんうんうん、だけど、うん、やっぱり南に来ると愛知県に近いというか、なんというか、あ、そうなの。やっぱり気温が高くなるせいか、愛知県も横広だよね。全然知らない。この頃本当にあんまり雪は降らない感じ。本当。そうそう、降っても溶けちゃう感じ。長野っつったらもう雪国のイメージなのにね。でしょ、それは多分あの長野市とか、あの北の方。そうか、うん、私はあの南の方なんで。なんか南ってやっぱ明るいんだよね。明るくて何でもいいんだよね、結構ね、きっとね。静岡は明るいですよ。どうなんでしょう。さ、浜松愛がひどくて。今日は芋をもらったから何もいいんですけど。焼き芋リクエストありましたから持参しました。大好きなんです皆さん、はい、ね、ありがとうございます。すごいすごい、あ、綺麗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 、なんかスキーできそうだね。南アルプスかな、あれ南アルプスのなれは、うん、かな、すごいね、はい、すごい写真、ね、写真、ね、雲が本当になくて、ね、そう、おかげさまで、なんか快適な感じだと日に焦りますね。大丈夫です大丈夫です、はい、ありがとう、はい、じゃあちょっとね、今日ねめちゃくちゃ楽しみ、どうぞ。あっちゃん、はい、今度から唯一北陸の方から、通っております。毎回毎回、命がけで、そうですね。これはもう先月の画像なんですけど、はい、まあ毎回こういうところ、今、まあこれはまだ除雪がきれいされている状況なんで、ただ自分が走る時間ではもうこの除雪すらされていない時間帯が多く、これ何センチぐらい、雪の上でさ走れるんだね車ってね。いやー、もう中へも遭難しかかってます。遭難しかかってる、遭難したって言った方がいいじゃないですかね。そうなんで、ね、来ないなと思ったらなんか遭難して救われてから来てるんですよ。ちょっと遅れますみたいな感じでびっくりですだから常にもうスコップなんかはもう車の中に常備してる感じで。非常食も、ね、非常食もね、うわ、あと寝袋と毛布、命がけで帰ってます。そうだよね、すごい怖い怖い貴重だ、ね、今はもうちょっとね、雪がだいぶ溶けたんだけど、ただ今日、今日はまあ朝早くなんですけど凍結路面、あ、雪よりさ、アイスバーンってその凍結してね、あれ可愛いよね、怖いよね、怖いね、本当に命がけで来ていただいてどうもありがとうございます。お疲れ様です。唯一の会う楽しみなんです。そうだね、あんちゃん、私たちと会うのがね楽しくて仕方がないでね、いじられるのが、なんかキャラ変化したんだよね、いじられ役に。そう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 、強制的に。そんなことないですよ、楽しんでますよ。すごいな、雪は。はい、よろしくお願いします。これどのくらいあれなの。あれ、まだ引っ張る。ちょどのくらい積もってんのこれ。これも多分30センチ、あのほら雪の壁とかあるのはあの富山の方向だよね、立山だよ、立山か、うん、でも立山の方が風は真っ白で、あ、うん、でも黒部とかあの辺もそうだよね、富山、そうです ね、まあ、だよね、だよね、だからまあこんな感じなんで、そんな感じですね、また次回皆さんきっとね、あの面白い写真持ってくると思いますよ、楽しみにしててくださいね、うん、ということで、まあ愛知県、静岡、それから、長野、富山、信じられないじゃないですかこの距離感なんであんな愛知でみんな集まるの分かるよ、なんでこんなさ、中央といえどもなんでこんな離れたところで集まってやってんのよあんたたちって話ですけども、本当にね、あの私たちちょっとね、とある芸事を本当にやってまして、でそれをあのどうやって知り合って、年齢も私一番若く見えますけどお姉さん で次で、でここで、あ、ここ違った、こっちで、あ、違うから、でなんかね10歳ぐらい違うのよみんなね、すごいなと思って、10歳違うの、あ、じゃあ9歳、9歳、
あちゃんと8歳ですね。ね、はい、うんうん、でこのおじさんと4歳だ。なんだかんだって自分を若く見せようと嫌なやつですよ本当に。で実際この二人はね、 なんだかんだねちょっと映像とかね出ちゃってるからね、なんか見かけて あのおっさんじゃんとかって探してください。ね、あの本当に皆さん多分すんごいよく知ってるね、テレビ局とかでねパッと出たりしてますから。ただあのちょい役でもね、なんかスルメかじったりとかね、いろんなことやってメガネ外すからね分かんないかもしれない。こっちはねターバン外すからね分かんないかもしれない。でも慣れたら分かる。でこっちはあの声で出演してますということで、このアキラは声を売り物にしている人なんですけども、ね、でその、声朗読なんですけど、その朗読とか私たち、もともとボイスドラマやってたんですけども、その朗読ボイスドラマの台本を、今お抱えの劇作家がおりまして、お抱えそうです、勝手に言っちゃう、ね、あの劇作家の方いて、あの同じように終わりアズーリの方で番組も持たれてる岡本純一氏、今日は、彼をお招きしてちょっと彼のいろんなねあのことをインタビューしてみたいと思います。まずはじゃあちょっと岡本さん来てください。はい、どうぞどうぞどうぞ。お抱えの劇作家岡本純一登場です。お抱えです。ありがとうございます。いや、やっぱここいいななんかいいでしょ、シニアに囲まれた若者もう自分の息子より若いね、まあね、本当にとてもね結構こうなんか親しみやすいインテリなんですけど、実はめちゃくちゃ有名な方ですよ本当に。いいんですか私たちでっていう感じでねやっていただいてるんです。じゃあまず岡本氏のプロフィールを、あっちゃん、はい、はい、どうぞ、はい、あちゃんね噛まないようにね、はい、はい、それでは岡本純一さんのプロフィールを紹介させていただきます。作家劇作家でやられて、劇団現在は劇団デイリーアートプロデュース代表されておられます。2011年戯曲マッカーサーと天皇が金魚屋新人賞をノミネートされております。2021年戯曲ウォルト・ディズニーの夢がテアトル新人戯曲賞ノミネート、演劇雑誌テアトロにてその全文を掲載されておられます。出版祭の書き下ろしは電子書籍7冊、小説や演劇脚本を中心に短編映画、ウェブ漫画、YouTube シナリオなど受注多数。現在2023年現在、文芸社より新作小説「我がゲート笑うホームレスの旅日記」を出版決定されておられます。よろしくお願いします。だから彼すごいね、実は聞いたらびっくりしましたよ、29歳なんですよだけどこのキャリアすごくないですか。たまたまちょっとね、ワリアズリーさんの方の関係のパーティーで隣が座ったのねお母さんと、ね、息子もっと離れてるって感じで、隣に座ったのはご縁で、あなた何してるのみたいな感じで声かけて、ね、ゲットしたという感じなんですけども、本当にすっごいナンパされるにはちょっとね選ぶ権利あるよねいやまあちょっとどうですかねで、まあそんな感じで、で、いきなりちょい台本変えてくれないとか言って、まあそうですね、呼んでしまうというで快く引き受けてくれて、でもすっごいありがたいです、はい、で彼のそのプロフィールすごいので、ちょっとこの辺で噛み砕いていろいろと深掘りして聞いてみようかな、うん、岡本くんではいぜひお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は遠路はるばるありがとうございます。いえいえ、どちらから今日はお越しなんですか。あ、まあ、愛知県豊橋市から来ました。はい、結構あれですね、時間かかりましたね。そうですね、結構かかる方ですね、まあ、およそ1時間から1時間半程度でしょうか、はい、ありがとうございます。あっちゃんどうしたの8時間6時間ですプロフィールにもね、ご紹介ありましたように、デイリーアートプロデュースの代表されてるということなんですけども、うん、そうですね、ね、はい、そのデイリーアートってことは毎日の芸術っていうことで、はい、そういう目的を持ってそういう主催されてるわけですか。ああ、まあまあコンセプトとしては確かに間違ってはないんですけれども間違ってない、はい、まあ日々のアートで毎日楽しくっていうコンセプトでやらせていただいてて、で、まあ、そもそもの名前のきっかけになったのが、まあ、うちの母だったんですよね。うちの母は
まあ、お母さんいくつ？確か54だった若い若いそうですね、まあ、若い若いあ、そうなんですか、はい、アキラもうちょっとだけです、はい、まあ、そんな、まあ、若いお母さんの54歳のお母さんが私が私が、あの、まあ、あんたのところの劇団に所属したいんだけど、うん、だけど、うん、ちょっと一つ条件があると、うん、まあ、それは、あの、劇団名をできれば、うん、日常のことを思い起こさされるような名前がいいなと、うん、で、できれば劇団日常生活がいいななんていうものですから、でも僕からしたらちょっとダサいと思ってるだからこれはないなと思って、なるほど、私だとかだから、まあ、ちょっとかっこよくデイリーアートプロデュースっていう名前を僕はつけたっていう、やっぱ作家さんですね、そうですね、そうですね、作家さん、うんうん、いいですね、名前が、うん、え、はい、今お母さんも何、劇団で演劇もされてたんですか？ああ、そうですね、まあ、はい、うちの母も実は、まあ、あの、劇団デイリーアートプロデュースのメンバーとして参加してくださり、若い頃はやられてたんですか、そういう劇団関係を？あ、僕ですか？いや、お母さん、母が、母は、あの、あんまり関係ないことやってたんですよね、まあ、専業主婦をメインにその民間の教育団体 の、まあ、あの書籍とか、広報誌といいますか、まあ、フリーペーパーですね、そのフリーペーパー の、 その反復活動をするのがメインだったんですけれども、はい、まあ、芸能系のことはまあ今回は初めてみたいにして、あ、そうですか、なんか一つのこと喋るってすごいね、インテリっぽいよね我々と違いますあるよね、だから髪変えてポスティングしてましたとか、じゃあ違ういや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 、恐縮です。そうなんです、そうなんです、すごいですね、主催されてるってことで興味を持たれて、 お母さんも参加されるってことなんで、ね、そうですね、すごいよね、すごいな、家族揃ってみんなで、金太郎さんとかも家族揃ってこれ見てるじゃないですか、見てるの、見てると思いますよ家族全員でこれ見てるじゃないですか、そうですね、キミちゃんおいって感じで、なんか、あの、これにもプロフィールにも書いてあるように、いろいろなことをやられてますね、小説書かれたり、ね、ね、まあ、劇画の脚本書かれたり、うん、あとちょっと気になったのがウェブ漫画っていうのがあったんですけども、あ、まあ、ウェブ漫画っていうのはなんかどういうふうな形でされてるんですか？ウェブ漫画っていうのはですね、まあ、あの、クライアントの自社サイトの、うん、まあ、その無料で読めるサイトのところに、その、ウェブで、うん、あの、漫画を掲載させるんですね、無料で、うん、その漫画の担当をさせていただいたっていう経歴です、ね、それ漫画を書くじゃなくてストーリーを一応書かれた、あ、そうです、ストーリーの担当ってことですね、あ、ストーリーを担当して漫画は漫画家の方がまた書いて、でこう、はい、合体させて流すと、よく今、ね、あ、そうですね、そういうことです、ダブルネームでやってますもんね、イラストはまた別でってことで、じゃあうちが頼んだらやってくれちゃって、またそこぜひやりたいですね、ぜひお願いします、ただいいで、誰が漫画家、そう、その通り書く人がいない、誰が書けんの、誰が書けんの、探すか探すか、またお抱えの漫画家ですか探せばいいですよね、そう、絶対どっか行って隣座ればいいんだって、どう、どうですか、ナンパ、ナンパ、新手のナンパだね、それは怪しいおばさんでした、されるよね、絶対で、あとはあのね、その若い頃、うん、もうちょっと十何、今も若い、ちょっと数年前、2017年になんか、うん、キングヤ新人賞ノミネートされて、マッカーサー、マッカーサーと天皇っていうのがね、マッカーサーと天皇ね、はい、噛んでましたか、噛んだ、あ、ごめんなさい、滑舌が悪くていやいや、マッカーサーとって、マッカーサーと天皇、あの、よくあの有名なのあの写真ですね、あ、はい、あのマッカーサーと天皇陛下がこう並ばれて写真撮ってるのがあるんですけども、はい、あれから着想を得られて、ああ、それがですね、ええ、まあ、その着想のもとはですね、うちの祖母から聞いた昭和天皇のマッカーサー対談のことを扱った NHK 番組の、うん、まあ、その話からあの、うん、まあ、きっかけを得たんですよね、はい、まあ、具体的にはですね、その、うん、マッカーサーは昭和天皇の人柄にすっごくあの触発されたというか刺激を受けたっていうことを、あの、うん、NHK で流れたと、それはそのことだから昭和天皇の人柄とか人格すごいって言いますもんね、だから、あ、そうです、ほら、あの、今で言うとエリザベス女王がいろいろと植民地ばーって、うん、もうその人たちが暴動を起こさないで、エリザベス女王の人柄がもうそれを抑えているって、だから、うん、ね、ちょっといろんなこと言われてるよね、うん、あ、そうです、横になりました、すいません、いやいやいや大丈夫ですよ
なるほどね、やっぱり人柄なんですよね、うん、そこは、うん、私たち気をつけようね、うん、そっちですか。まあそれでですね、はい、まあそのマッカーサーと天皇は結局まあその、大学愛知大学なんですけども、うん、その愛知大学の卒業論文としてまあ本格的に執筆させていただいて、うん、で卒業した後でその金魚屋新人賞というところに出品したところ、うん、最終候補までノミネートさせていただいて、うん、すごいですね、はい、いやいや愛知大学だったんだね。そうです、愛知大学なんです。私の旧学の師匠さん、愛知大学の卒業。あ、そうなんです。だから英語プルプルです。すごいご縁ですね。すい賢いんですね。めちゃくちゃ賢いんですよ。ごめんなさい、愛知に住んでるだけじゃダメだった。そうか。すごいな、やっぱりインテリア違いますね。じゃあもう喋ることが違いますね。違います、言葉が違う。ごめんなさい、ね、私たちとちょっと喋る内容とかね、雑だしね、雑だしね、雑だしね、分かりやすいもんね、ボケブレリーがね、私たちね。いやまあないものねだりで、僕はユーモアが欲しい方なんで、ね、いや、あるでしょ、ね、岡本さんね、いるだけでユーモアだよ。ユーモアらず、マジっすか。マジっす、マジっす。はいはい、十分も持ってますよ。いいと思います。はい、思いません、皆さん思います。普通いないよ、キャラね、こういうキャラ多分いるかもしれない。いないよ。ね、いいの釣ったぞみたいな。ナンパですね。心の声にしといてね。あとね、あとは新人戯曲賞、あのテアトロの新人戯曲賞であったウォルト・ディズニーの夢。ああ、はいはい、ね、ウォルト・ディズニーさん、これもすごいですね。いろいろちょっと台本見させていただいたんですけど、あ、ありがとう、読まさせていただいた、まあ、ちょっと勉強しました。ちょっとだけ勉強しました。結構あのすごい量のあれだったんで。あ、そうです、ね、太郎さん A 型だから基調面でね。A 型です。細かいんでしょ、尺が。ごめんなさいね。でこれあの山形の高校でなんか演劇研究会のところで上演されたっていうんですけど。あ、そうでしたね。それは、はい、現場に行かれて見る。あ、それがですね、ええ、あの山形南高校さんの演劇どうしても生で見たかったんですけれども、うん、やっぱりちょっとコロナ禍の事情がありまして、だから演劇 の, その生は見れませんでしたが、 DVD の記録を取ってくださってですね、うんうん、その DVD を通じてちょっとピンボケではあったんですけど見させていただいたんですよ。ですがあの、まあ、彼は一生懸命僕の難しいセリフを覚えてですね、うん、精一杯上演されて、それでそ の, まああの上演 の, その感想では大変高い評価を地元の方からめちゃくちゃいただいたらしいですね。すごいですね。本当に嬉しい、ね、私たちもいつかやりたいね、はい、山形南高校さん見てますか。見てくださいよ。はい、もう俺めっちゃ嬉しかったですよ。見たかったですね。見たいね。実際にそこで言ったら、なんかの機械でこう流してくれたら、うん、機械 で, で,、ね、なんか流してくれたら、うんうん、ぜひぜひ見たいですね。確かに、うん、まあ、うん、そういうことがあったら本格的に山形南高校さんにあの、うん、僕の方から問い合わせさせていただきますので、うん、そっか、はい、そっか、ダメなんだよね。まあやっぱり学生さんですから ね, ね, 基本は。そうだね。でもだからもう2010、ね、2021年ってもう卒業されてなんか後ろで、ね、そうでしょう ね, ね、されてるもんね、実際もう、うん、卒業されてるからね。でもそれってなんかあるんじゃないですか、著作権じゃないけどね。まあ、まあ、なんかあの、うん、うちのまあ高校でもあの高校時代に信州東高校ってところなんですけども、うん、はいはい、まあその信州東高校で違う、聞いといて終わり。もしかしてマゴチと一緒かな、なんてちょっと思っただけ。聞いといて終わりか。あ、まあその信州東高校の時でも、うん、あの入学した時に必ず聞かれましたからね、新聞やあの雑誌に載ることがあるかもしれませんが大丈夫ですかっていう質問があって、それでほとんどの人はみんなはいって答えるようにしてたんですけども、はいはい、ただ無理な人はここで無理っていうふうにあの意思提示をするらしいんですよね。だから多分他の高校でもそういうことしてるはずなので、うん、今時の今日高校そうなんだ。そうです、やっぱ個人情報の関係あって名札だってひっくり返すぐらいだから。ああ、そうですね、うん、あ、名札を表にしないじゃない、ひっくり返して絶対見せないじゃん。我々若い時ここにあのたこういうやつね、名前何年何組ないじゃねえ。そんなのないんだね。そうそう、ない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 、そんなこと出さない。懐かしいですね。本当にね、みんなね、いい時代だった。全員あれだったよね。そうそうそう、まあそういうわけでウォルト・ディズニーの夢のその高校演劇バージョンの上映に関しては、うん、まあちょっと学校さんとの相談した上でという話になります。なるほど。でもなんか機会があったらぜひぜひね、流してください。ありがとうございます。これもなんでまたこの
不正されたんですか、うん、ごめんなさい、はい、逆はさウォルト・ディズニーの夢っていう形でなんかやっぱ刺激があったんですか、うん、そのああそれはですね、実はあの愛知県豊橋市にあるそのブックオフ、そのブックオフの100円棚にあったそのとあるビジネス書がありまして、そのビジネス書があのウォルト・ディズニーの伝記を扱ったまあいわゆる元気が与えられるまあ夢のあるビジネス書だったんですよね、はい、そのビジネス書に触発されて、よし次書くのはウォルト・ディズニーだと思ったんですよ、そうですね、先駆けですからね、いろいろなあの音声つけたり、そうですね、あの色をつけたりっていうのね、その時代そんななかったのに、そうそう、だってミキマウスもね本当にね顔変わったからね、顔変わったからね、ネズミだったネズミだった、ね、黒いこんなついてね、確かにミキマウスの顔は随分変わってますね、コロ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 進化してるんですよ、そうなの、可愛くなって、ね、そう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 、で今のね続けるためには変わらなきゃいけない、はい、ウォルトもミッキーもみんな進化してるという、そういうことですよね、そういうことです、ね、進化しないといけないですね、進化するわよどんどん若返ってどうぞであとまあフェイスブックもちょっと拝見したんですけども、 あの一人芝居をされて、あれすごい、あれあのもう、はいはい、アキラがもう絶賛してまして、本当にそうだったんです、ね、本当にね、岡本さんみたいじゃなかった、え落語家さんみたいじゃなかった、あそうそう、喋り口調がね、本当に、うんうんうん、いやいやいや、あれ勉強されてたんですか、落語の勉強とかするのも、いやそれがですね、落語なんて全然勉強してなかったですよ、おなんだ、あの落語をまあ見て、ちょっと大学時代にちょっと落語をベースにしたパフォーマンスをやろうっていう意識は持ってはいましたけど、でもまあ落語でそのなんていうだろう、食っていこうとか、その落語家になろうっていう発想は全然なかったです、はい、落語の世界ってほらすごいもんね、なんか一角だもんね、氷山一角、あそうですね、すごい少ないしね、大変ですからね、大変だよね、じゃあ落語も書けるかもしれないですね、あ確かに新作落語、新作落語、古典よりさ落語は新作の方がやっぱいいよね、まあそれはつけてきますからね、一般の方にはどこ、古典だとなんかだん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 こうやってこうやってあああああってなる、好き好きですよ、はい、すいません、私新作が好きだもんですから篠介さん好き、まあ、昔の落語だって、あの昔の感覚からすれば結構あのまあその時代の感覚からすれば面白かったはずなんですよ、新作ですからね、その際は、はい、でも時代の風土とか、あとそのなんてだろう、インフラとか環境に変わってますからね、そうです、だから解説がつかなきゃいかなくなっちゃうんですよね、あの時代にはこれがあってこれがあるからこうこうこうでって説明した後で、そこで今の子っていろいろと結構知らないこと多いもんね、そうなんです、電話知らないからね、あそうそうそう、電話かけ方知らないんだよね、そうそうそう、あそうですね、あの公衆電話をスマホ世代は知らないのと一緒ですね、そんなことが古典落語ではたくさんあるっていう話ですよ、勉強して勉強してくれないというかね勉強してから落語を聞きましょ う, そうです、ね、だから子供が入れないんじゃないの、違うかね、いやまあどうなんですかね、ちょっといろいろあると思うんですけど、そこのところは何か何歳か入場禁止って言ったらそれは泣いちゃうからじゃない、まあ単純にそれだけだったと思いますよ、もう上映を潰したから、でもこう真剣にこうやって聞かないと分かんない時あるもん、古典って、あそうですよね、うん、そうそう、古典はうんって引っ張られるんだけど、真剣に聞かないとうんうん、ごめんなさいまあ、新作はなんかね、こうなんかこうストーリーがダーッと頭の中にこうなんか出来上がってくる、走馬灯でダーッと流れるからふんふんふんって面白いんだけどね、そうですよ、ね、そうそう、で小朝さんとかすごい話が言うとじゃない、で優勝すぎて、はい、なんかたまに落ちる寝てしまうってことなんですか、そういう言い方なんですまあでも小朝さんを弁護するわけじゃないんですけど、あの人めちゃくちゃうまいよね、はい、ね、まあ、僕が見たのは三遊亭円楽さん、今は亡くなってる三遊亭円楽さんなんですけども、あの円楽さんのまあ落語もやっぱりまあなんて言いますか、うまくて、なんていうかどちらかというと、そのやっぱり初心者には不向きな、そういうちょっと難しい作風ではあるんですけど、でもあの円楽師匠は命の尊さっていうことを教えながら、あのスリ
あの空き巣をする、うん、まあ、あの人情的な男を演じた落語をやってくださってるですね、うん、今でも印象に残ってますよあれは。本当、私ね篠介さんが好きで、篠介さんのってね新作めちゃくちゃなんかね、うん、あ、はいはい、もうストーリーがねうわーだから、いきなりそこにカモシカ出てきましたからね、すごいんだって篠介さんはすごいですよ ね、でも今月聞きに行くんですけどさ、またあ、そうなんです、ね、そうなんです、そうなんです、見たですよ、そう、なかなかチケット取れないんですけど岐阜だと取れたんで岐阜行きます。あ、そうなんですね、いいですね、またご一緒したらよろしいということで、また横道、はい、はい、はい、で、あの純一さんの方からお知らせがあるということで、あ、そうですね、はい、はい、まあ私の新作小説、我がゲート笑うホームレスの旅日記という、そういう作品があるんですけども、はい、これが文芸社から出版決定となりました。おお、ありがとうございます。確か4月出版で、販売開始が確か4月中旬だったと思うので、書店で岡本純一と見つけたらすぐ手に取って買ってください。はい、お願いしますお願いしますよ。簡単にあの差し支えない程度にその辺のストーリーとかっていうのはお話できます？できます、はい、はい、この我がゲート笑うホームレスの旅日記っていうのは、1日たった15円で売っている元芸人のネット上で活動しているホームレスが主人公の話です。おー、はい、15円で、はい、1日たった15円ですよ。15万円じゃないですよ。15万円だったらやるよなそれはタレントでもやりたくなっちゃいます、はい、いやでも15円で、うん、あのやってるホームレスっていうのは、うん、実はモデルがいまして、そうなんですか、はい、彼の場合は1日50円でやってる、そういうホームレスなんです。でも50円。そうです。言うても50円なんです。言うても50円だよね、はい。ネットショップで1日50円でその仕事を受けているホームレス小谷。ホームレス小谷という人間がいるんですけども、彼の人生を元にしたフィクションです。フィクションなんだ。そうです。だから、あのホームレス小谷さんの人生を、うん、まあちょっとモデリングしてですね、うんうん、それで僕が完全なあのオリジナルストーリーとして作っている、うん、まあいわゆるなんていうのかな、まあ人類愛に満ちた感動ものの、うん、まあユーモアあふれた小説となってますので、だから4月出版されて販売された際、そして書店で見かけた際、絶対買ってくださいの話面白そうね、すごいなそれ、うん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 、なんかぜひよかったらね、またフェイスブックとかでもいろいろね投稿されてますし、そうですね、あのぜひぜひ、はい、あの皆さんねここご覧になってる方よろしくお願いします。よろしくお願いします。その後ろには自然時間いるぞよろしくお願いします。はい、はい、どうぞ、どうぞ、いいですか、はい、この後あの純一さんの作品の、そうなのよ、アキラが、アキラが朗読で、はい、生で、生で本人ね、ネットミュージシャンと学園生活、そうですね、朗読させていただきますよね。あの終わったらちょっと感想でも聞かせてください。そうそうそう、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあアキラさん前に来ますので、ね、私席変わりますね。はい、はい、どうぞ。はい、緊張してください。どうぞ。どうぞ。すいません。私こっち側かしら。後ろ。後ろ。準備 OK ですか？ダメ。ダメです。じゃあのまあつなぎましょうか。ライブなんで。はい。画面が変わってくれないと私これ撮れないね。あ、画面です。あ、すいません。よかった。だって。よかった。はい、お願いします。お願いします。はい。ではすいません、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ネットミュージシャンと学園生活、岡本純一作です。今日も平和な一日だ。僕は晴れやかな学園の校庭を見つめながら心底そう思った。休憩時間にこっそりとスマホを取り出すクラスメートたち、彼らはそのネット上で密かに熱狂しているんだろう。そんなクラスメートたちを見ていると、僕はつい舌打ちをしてしまった。なぜなら僕は、実はネット上で活動しているネットミュージシャンだからだ。達也くん、おはよう。クラスメートのくるみちゃんが優しく手を振ってくれた。それに対し僕は不愛想に挨拶を返した。何？今日は不機嫌みたいね。ああ、
昨日は宿題に追われてて、まともに睡眠が取れなかったんだよ。そうなの。僕は彼女の前で軽く嘘をついてしまった。夜更かしをしたのは間違いないのだが、正確には宿題のせいじゃない。僕の作曲活動のおかげで気づいたら翌日の朝になってしまったのだ。確かに最近授業の課題が多いよね。僕の小嘘に気づくことなく、くるみちゃんはにこやかに応じてくれた。彼女の笑顔を見ると、どうしてこんなに気分が晴れやかになるんだろう。自分の心の中なのに、そういう理由が全然把握しきれてない自分がいた。達也くん、この動画知ってる？くるみちゃんはそう言って僕にスマホの画面を見せた。ぼんやりとした目つきで僕はその画面を一別した。そして適当に返事しようとした。僕は敵の動画作品に全然興味がなかったからだ。とってもいい曲だよ。彼女はそう口にしながら自分のイヤホンを片方差し出してくれた。僕はそのイヤホンを耳につけつつも、他人事のようにやり過ごそうとする。だがそうもしていられなくなった。なぜならそのミュージックビデオは僕が作った作品だったからだ。達也くん、どうしたの？くるみちゃんは僕の顔を見つめている。だが僕はなんて返事をすればいいのかさっぱりわからない。できるものならこの曲は僕が一人で作った作品だと自慢したい。でもそんなことを言ってしまったら、僕がネットミュージシャンであることがクラスで話題になってしまう。そしてその噂が学校中に広がり、匿名アーティストの正体が僕であることがバレてしまう。そんなのは嫌だ。でもくるみちゃんは僕の作品を褒めてくれている。その作者が今目の前にいることをどうしても伝えたい。どうしたの達也くん、顔が赤いよ。風邪でもひいた？くるみちゃんはそう言いながら僕の頬をちょんちょんと触ってきた。僕は驚きのあまり彼女から距離を置いてしまった。そして何度も目をパチパチと瞬きを繰り返した。伝えたい、どうしても伝えたい。その思いが強く前面まで来るのだが、どうしても行動に移せない。情けない自分自身がいた。達也くん、くるみちゃんは危機とした表情で再び僕に近寄ってくれた。とってもいい曲でしょ。彼女の問いかけに対し僕はから元気にうなずいた。ああそうだね、すっごくいい曲だよ。ありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様。よかった。いや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 。すごいすごい。こんな感じでいかがだったでしょうか。いやすごいですね。あきらさん、ちなみに毎回言いますけど、うちの、あのネット担当の方が、あきらさん本当にいい声ですよね。好きですよ。美人なんでしょうねとか、美人ですよ。そういうハードル上げないでもらっていいですか。どうでした。いや本当になんか良かったね。はい、なんか僕の作品の魅力を十二分に引き出していただいて、めちゃくちゃ嬉しい。よかったです。よかったです。どこどうです。なんか私なんかまず聞き終えてこんな感じ、ひだまり人形みたいになってたけど、はい、いかがでしたか。いやそうですね、なんか僕こんなにいい文章書いたっけっていうぐらいなぐらい結構。なんかそれやっぱりあのニュアンスも的確で、あの。
まあ、表現するところもなんか、うんうん、ただ言葉で、ね、あの羅列させるんじゃなくて、うんうん、あのちゃんと映像が見えてますね、うんはい、その上であの表現しているんで、だから本当に良かったと思います。ありがとうございます。わめちゃくちゃ褒めまくりますね。ありがとうございます。素晴らしい。アキラさんね、声が売りだからね。本当に本当にすごいんですよ。いつになったら撮れるの？何が？ごめん、おめえ、取らない。まだもうハードル上がりすぎちゃう。なんでなんで、そんな上げてないよ。ほんのちょっとじゃない。ね、で、もう本当にね、今、アキラがこう言って、やってもらったんだけど、私たちほら、以前、ボイスドラマって、ラジオのボイスドラマをやってたんだけど、その、うん、ほら、台本もね、百獣の王、ね。そうですね。書いていただいたんですけど。はい、書きましたね。はい。で、今ね、今日もね、この後、みんなで練習とかしたり、いろいろとこう、ちょっと動画撮って、いろいろとね、確認したりするんですけども、うんうん、次回の放送の、20日の日に、うん、はい、4人で、ちょっと。うん、やらせていただこうかなと。いいですね。お願いします。なんかね、あれがね、ちょっとね、お嬢さん、あっちゃんのライオンの声が猫に聞こえる。猫。そうそう。あっちゃんとね、金太郎さんがね、ライオンの声を百獣の王でライオンの物語なんですけど、そうですね。それをやったんだけど、みんなでこうこう聞いて録音してそれ聞いたと、あきらと二人、猫じゃない。ちょっと待ってくださいよ。結構ワイルドなライオンの話書いたつもりだったのに。ほら見てごらん、ワイルドじゃない。ね、だからやっぱり作者に聞かなきゃ。泣き声難しいんですよ、ガオ。そうですよ。もうなんかね、お互いにね、意見交換をしながら、私アイドルなんですけど。そしたら金太郎さんがもっと甘たるくやれとかさ。そうそうそう。でもアキラさんはいつも通りもうなんか投げた女ですもうカカデカでカカデカ、ね、もう性格的にそういう感じですから、ね、なんてこと言ってんの。ライオンのガオーっていうセリフ入れたはずなのにニャオーにやってんですか。いやいや、ガオーなんだけどかわいいガオーなんか、そうそう、なんかパッと聞いた時、これ猫だよねっていうか、ちょっと演習しよう。あんちゃんちょっとやってごらん、ガオー。ガオー、お、うまい。ああ、今のギャグ。今日はできた。今日はできた。やればできるんだ。やればできる。やればできる。やればできる。じゃあ、金太郎さんやってごらん。わお。ちょっと待ってください。わおって、これ。人間でも言わなくない。だって、アキラさん一番すごい。アキラさんやってごらん。嫌だ、無理。なんでよ。だって、来週、再来週直すんだよ。そうだよ。どっちも再来すんだよ。そうだけど、ダメ。なんで、あ、何を控えちゃう。期待してください。すごいですよ。なんかね、豊島の女ライオンがね、豊島のにじみ出てますからね。豊島ライオンね。そうなんです。なかなかすごいね、コミカルなね、映画というドラマになってますね。もう今度は、またね、来週、再来週か、20日の日にそれを流させていただくので、はい、ぜひぜひ皆さん、お聞きください。はい、お見てください。はい、何かあったら、ここに。そう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 、ください、ください、ください。で、もっとこんなんやってよとかいうのがあったら、ぜひぜひいただきたいし、で、私たち今、今日はね、朗読の話をしておりますけれども、うん、通常は、花屋。で、キャンパーっていうか、なんか仕事はちゃんとしてますよ、たまに。たまに。今も乗りますよ。芸能もやってますよ。でね、あとこの辺もね、きちんと仕事一応してますから、富山の物産について、長野のリンゴについて、なんでもいいんですけども。いや、知らんからリンゴ。いろいろあったらね、はい、ぜひね、ツイッターの方にお気兼ねなく、お気軽にお問い合わせいただきたいし、また、岡本さんのね、声が聞きたいとか、岡本さん、ちょっと、もっと深掘りして彼のこと知りたいわ、とか言ったら、またいつでもゲストに来てくれますからね。はい、よろしくお願いします。はい、なんかこんな感じでね、いろいろと今活躍されてる方とか、私たちほら、もう人生もね、もうほら、王道の方行っちゃってるからね。王道の方行っちゃってるから。だってね、そっちの方からこうやってこう天からこう、風でこう眺めてくれてるじゃん。若いもん誰か、これから全土ね、言うもんな若いもん、利子させろみたいな感じで、おりますので。早口だね。びっくりするほど早口で。すいません。え、
面白い、ね、若い方とかいろいろとね、なんかこれからいろいろやっていきたいって方がいたらね、ぜひそういった方もね、あのぜひぜひお声かけください、出演してください、ゲストでね、ぜひぜひあれだよね、お寺さんとかに呼びたいよねお寺さんあの誰だっけ、土地川さんとかそういろんな方をね呼んで、いろいろここでね、もう今頑張ってらっしゃる方とか、ぜひ応援したいし、まあ私たちの、王道をいろいろご案内しながら4人でぬくぬくと、はい、育て育んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。であと毎回ね、本当にいろんな来週ですね、次回はボイスドラマと、ちょこっとですけど、あっちゃんの雪国話も聞けたりも、はい、それちょっと企画しておりますので何その顔大丈夫です。彼は月に、いや違った、週に1回こうやって都会に出てくる。都会で私たちに会って、住んでるとこも都会だよ。そうだね。私たちに会ってエネルギーを充電してて元気になって、そして明日からまた鎮火するんです。週一にこうピークがあるという。いいことだよね。いいことだよね。癒されてます。そうなんです。癒されてる。うん、これいじくってもらうことに癒される。だからほら、なんていう、僕はここにいるぞっていうことを認められてるんだよね。まさにそれ、ね、私たち知ってます、4人中この2人はもうボンレス姉妹と言われて、ボンレス義理のボンレス兄弟って2人でダイエットですけどね。いやだって移植って一緒にダイエット移植ってちょっと痩せさせようと思いました。金太郎さんはね自己管理できてるから、はい、だね私たちちょっと無理だもん ね頑張りましょうね、頑張りましょうね、いろいろ頑張りましょう。毎回体調発表する、何体重発表しようか、それはやめて、ダメ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 、ちょっと私今日カメラ見てと思いました、やっぱ顔丸いよ太ったんだねおめでとうございます、ありがとうございますあ、だから今日はゆで卵見たかなと思って思って、あ、今日ゆで卵がなんか出演してたじゃんみたいな思ってもらえばいいかな、持ってる人声にありがとうございますで、これでもし皆さん本当に、ね、楽しかったっていうことだったら、また2週間後のボイスドラマもこうやって、今日はインスタでライブ動画配信してるんですね、なのでライブ動画ライブ配信してるんですね、なのでそこでまた、ライブ、ね、配信したいし、いろんな質問があったらまたいろいろと答えしていきたいし、直にねツイッターくださると、こちらのワリアズーリさんの方が今こんな質問来てますよとか、こんなこと言ってますよとかって出してくださるので、各自どれがいいって指名制ですお答えさせていただきますので、よろしくお願いしますということで、ほらエンディングテーマもそろそろ流れてきた頃なので、岡本さん本当に今日はありがとうございました、ありがとうございました、またまたぜひぜひ、はい、ご参加くださいとかね、来てください、はい、ありがとうございます。でしたら皆さん本当に長い時間ありがとうございました。ゆきほー、金太郎、あきら、自然時間でした。皆様また来週再来週